その時あいつらからチャクラもらってっからはっきり分かる。たとえ人中力になろうとも明神門は。皆の者、気を抜くな。向こうで十尾の力を我が物とした輩が現れ。初めてだな。すごすぎるぜ。もう何が何だか。意味する攻撃。おそらく。父ちゃん、三代目のじいちゃんも父ちゃんの術で飛ばさなかったのかよ。江戸天聖が回復するまでには少し時間がかかるけどね。カバキシ、下だ。過去を切るのは俺だ。さて、今父ちゃんの分身を狙ったのか。いや、大きすぎる十尾の力に帯との意識がどうにかへばりついているだ。早いな。ただ術を出しただけでは当たらんぞ。アマテラス。わしら二人で平石回しをやるぞ。お前も回る。前に気を取られたら。今だ。押し回しの術。と聞いているはずだ。当てても効かない。攻撃も防御も早い。厄介。江戸天聖の体が元に戻らん。貴様の術、忍びの祖と同じ力とはどういう。そして
その右腕は二度と治らぬと見ていい。よっしゃ、さらにクラマモードを上げて美獣クラマ、もうちょいこっちにチャクラ回してくれってばよ。キュッさ、やるなら陽動か連携攻撃を。悪いけんど、そんな時に遅すぎるのだ。とにかくリンもカカシもする。もう一度最高機密の結界をくぐり抜け、出産時に九尾の封印が破る。言うなら気まぐれである。ナルトを九尾の人中力にしなくてよかったかもしれない。死んだあんたが息子の前で生き恥を晒してる。何よりおかげになった。戦術を扱う両国団のガマの攻撃はかっ消されて、と同じ戦術まで。親思いもいいガキに育つ。ナルト、ちょっと話がある。キュービが入った分すり抜けもできぬか。理屈はよくわかんねえけど、戦術覚えといてよかった。他の二つは無理だ。兄者、皆は土頓の壁を頼む。俺は樹海降誕で、あれを海へ。こうやってまさか俺たち終わった。った一つ、あの食えるとは変な感じだな。ナルト、両親の死んだ日だ。行くぜ、父ちゃん。思った通りだ。まあな、もともとは。くそ、何も思い浮かばねえよ。すぐに話して。大変なのはこっからだぜ、父ちゃん。足大きいよ。気づいてるかよ、バッツ。二人はまずい。結界の外へ出るぞ。エビの逆口寄せを使え。おったとは。チャクラ量は俺の反応。またこのチャクラが守ってくれたんだ。いや、な、四代目、お前はこれで死の。父ちゃんが連合の全員を結界の外へ飛ばしたんだってば。間接的にくっついてりゃいいんだから。父ちゃんのチャクラ、四代目のチャクラを接触させ、連合の皆に残っているナルトのチャクラと。四人か。わしらを人扱いするとは。どう育ったら。ちゃんのチャクラとはあったんだ。食べて大きくなりなさい。お風呂には毎日しっかりやりなさい。ただし得意不得意がちゃんと貯金すること。お酒は二十歳になってから引っかからないようにね。母さんのような人を見つけなさい。自信を持って。またもっともっと。口うるさい母さんと同じかな。拳を合わせてくれっか。足りればできないことはない。よし、じゃあ4人で力を合わせてやんぜ。もう湧いてきた。セド、クラマのバーガー、バーガー。連れているかもしれねえが、
ペイン・ナガトってのと最後へ。こんなことあったっけ。ありながらお前は戦術に頼った。それも気に食わねえ。やめてねえか。こら。いや、これで受け流す。クラバも協力してくれ。スピキニ、お前はどこまで。なんだ。うわ、10秒吐き出しやがった。これでナルトたちと一緒に戦えるね。うわ、これは。確実に生きてる俺たちを狙ってんだ。何に渡したチャクラも意味がねえ。何の話だ。果てしない時の流れは争いに関わることなく、ずっと人々から神の柱、争いに勝つため真珠の力を得ようと、その禁断の身にて、やがてかぐやに子ができるが、その赤子は生まれながらに知恵を解き、忍衆を始めた忍びの僧陸道。そうだ、忍びそのものがそのお前の言っていたさらに先の夢だったのか。個性だ。これではナルトを感知できても意味がない。四代目じいちゃん、ほんの少し違う。違うだと。見して。それをなすのはこの俺だ。収まったのかな。お前らは捕まる。小さくなって皆様についていた私の分裂体のチャクラまで。抵抗しないならば殺しはしない。何もしなければと。この退治はオビトと密接につながなければここへ来るでしょうね。皮肉を言うのはこ。サスケんとこに今すぐ行ってハグして舐め回してんだよ、この野郎。あのつぼみが開花した時、無限つくよみは分かる。開花させたる時間が問題になるだけだ。タイムリミットはあと約。銀伝心の実は。はい、できます。頼む。エサマたちも私の実の届く範囲内にまで来てるってことですね。養分ってことですか。忍びとはそんなものだったのですか。私の勘がこう言う。あなたはいずれ、お前らの先には何もないがな。
たちの目指したもんはこの里にあるんだろうが。お前は見えないのさ。ここにこうして各五大国初代五影が集い。おかげ殿、頭を上げろよ。おさたる者。協定へのサインの条件。これは取引だ。感情だけに。が望みだ。我らの国は砂ばかりだ。よって隣四つの大国と渡り合っていくには、我が里の美獣の存在を大い。今まで確かに我々はうまくいかないことだらけだった。我ら忍びが皆協力し合い助け合い、心が一つになる日が来ると夢見るべき子供たちよ。今こそ我ら忍びの痛みから。そして今日、五国の協定がうまくいったとしても、それが。わしたちの代で、その夢についての会談は必要な。力を引き出す。それが、我ら五影の本来なすべきこと。一体、何が。ナット君とサスケ君の同時攻撃だよ。これ。ナルトは無意識でやっている。ね。シカマルを助けたいと心。どこまで。今までだって、俺らのことと。シカマル、今は喋らないで。あんたは絶対に死なせない。あいつにこれぽっちもさせたくねえ。とにかくそう思いたくなんだよ。生きて、そう思わされんだ。寝たよ。悪いけど。思いの力で助かった。うん、持ち直した。しかまる。顎の台まで問題を抱え込ませた。不甲斐ないのはこの俺ぞ。奴が戦いに気を取られてるうちに。あの体重を切るとしようぞ。したく悩んだ。忍びが簡単に頭を下げるな。やっとだぜブラザー2。女たち、皆を一つにしている。お前のその波乱に満ちた人生が今。あの木にチャクラを取られたら。分かってんだな。気をつけりゃいい。戦争に興味はない。懐かしき師弟の関係を。行け。二代目様の声だ。思い切っていけるな。ナルト、眠る時間だ。それが本当にありうるのかを探してみて。そんなものはないと思い込もうとしている。モンド！来やがる。お前は何のために戦っているっていうはずだ。かつて里の者もサスケもお前にさらなる苦しみが襲うことになる。それでもお前、この世界も数分で終わる。自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だから。